皆様お待たせいたしました。ただいまより第11回ゼミ1グランプリ本選を開催いたします。皆さんこんにちは。まずは何よりこのようなコロナ感染拡大の中でですね、第11回ゼミ1グランプリが開催できたこと、本当に嬉しく思っております。このような状況にもかかわらずですね、審査ご快諾いただきました日光商会株式会社恩田様、加藤産業株式会社長谷部様、竹電株式会社那須様、本当に深いところから失礼ではありますが、心よりお礼を。さまざまな行事が中止になったり延期になったりしている中で、最近はですね、本当につくづく継続するっていうことは難しいなということを思いますし、継続するっていうことの大切さっていうのをすごく感じているところです。そのような中でこの10回、そして11回というこの 節目を乗り越える、この11回目を無事開催できるってことは本当に素晴らしいことだなというふうに思っております。様々な制限がある中でもですね、全力で工夫して準備していただいて、ここの決勝の場に進んできたということは本当に素晴らしいことだなと思います。で、この中で何ができるのかっていうことを考えるっていう、そういう考え方がやはり大事だと。で、柔軟に、その状況をまずは受け入れて、寛容で受け入れて、対応していくということ。そういった力が今求められていると思いますし、決勝まで進んだ6チームの方たちは、そういう力が備わっているんじゃないかなというふうに思っております。またですね、学外の方がいる前で少し恥ずかしいですけれども、このようなグランプリを継続するために裏方として頑張っていただきました。本日手伝っていただいております学生スタッフの皆さん、また教務部の職員の皆さん、本当にありがとうございます。いやもう本当にね、なんか去年までは半年間とかずっとやれてたんですけど、もう何も手が出せない状況で、本当に昨日に集まって初めてみんなで顔合わせっていう状況だったんで、どれだけこのね仲を深められるかっていうのがかかってるかなと思います。もう今回集まってるスタッフが去年からやってるスタッフが結構多いので、なんかコミュニケーションが取りやすかったり、仕事の内容大体分かってたりするので、そこら辺はすごい経験が生きているなと思います。やっぱりその責任者というかさ、一応トップがおらんからみんなが責任者みたいになるやん。だから一人一人のこう自覚みたいなのはいつもより高いんじゃないかなと思います。やっぱりリハとかもできてないから不安も大きいんで、そこはみんないつもよりもビシッと、はい、緊張感を持ってできてると思います。1年ブレイクあるけど、もう独特の雰囲気感をな、実行委員で作り上げたいよね。それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。1チーム目の発表は日本杉ゼミミスターマッチングです。皆さんはネット恋愛についてどう思いますか？ネット上を見てみると、ネット恋愛以上に怖いものはない、ネット恋愛は怖いものだと経験者から聞いたなどの声が見られます。まず私たちはネット恋愛で付き合ったことがある人とリアル恋愛で付き合ったことがある人では、どちらの方が真面目な恋愛観を持っているのかという検証を行いました。つまりネット恋愛の方が恋愛を遊びや相手を都合よく利用するものであると考えている人が多いということになります。今までの話をまとめると、ネット恋愛の人は恋愛に対して軽く考えているが、実際に交際をするとリアル恋愛の人と満足度、交際期間は変わらないということが分かりました。性格を見ると意外にも好物件が揃っているということです。それでは3つの検証結果をまとめてみましょう。終わってみて今ちょっと心臓がバクバクですね。ちょっとめちゃくちゃ緊張して、他のメンバーの方たちも本当によくやってくれたなと僕は思います。
スライドをパワーポイントそんなにいじったことないのでいじるときにどうすればいいんだろうという試行錯誤をしても目がめちゃくちゃ疲れました。 Teams というアプリを駆使してまず皆さんが集まれないときは Teams 内で電話など連絡を取り合ってコロナ禍がちょっと緩和されてきたら対面で効率よく作業を進めるといったことを心がけていました。顔が見えない中でコミュニケーションを取るのは結構難しくて効率が悪かったりあまりうまくコミュニケーションが取れていなかったりなどが起きてたんでちょっと難しい部分はやっぱりありました。2チーム目の発表は宮川ゼミチームラモアです。皆さんは今までにこのような思いを抱いたことはありませんか？頑張っているのに評価されず結果が出ないときまた孤独を感じたときなど負の感情にとらわれた際私も幸せになりたいそんなふうに思ったことありますよね。そこで私たちは恋愛と幸せにつながりがあるのではという仮説を立て実験を行いました。私たちの仮説は正しいのでしょうか？一緒に見ていきましょう。恋に幸せはあるんか恋愛と幸福の関係性チームラモアです。よろしくお願いします。実験概要はこちらです。実験形式は Google フォームを使ったアンケート形式です。こちらは幸福度とアンケート項目の回帰分析の表です。ピーチに注目してください。親しい友人がいる人の方が幸福度が 4.08 も高くなりました。先ほどの分析により恋人の有無には幸福度、生活満足度親しい友人の有無には幸福度が統計的に優位な相関があることが分かりました。緊張しました。録画やったら自分たちだけなんですけど人に周りに前に人がいっぱいいたら緊張しました。そうですね、やっぱりリモートでやるよりも対面でやった方がやっぱはかどることはあってそのおかげで結構実験もうまい具合に進めれたかなっていった印象です。まあ、やはり5月とかよりは全然今の方がいるんでそれはそうですね。やはり今の方が楽しいとは楽しいですね。3チーム目の発表は服部セミ、ビギンです。2020年猛威を振るった新型コロナウイルス平和だった日常が突然死と隣り合わせの日々に変わってしまいました。誰もが自らとそして家族の命を守るため感染対策を講じました。コロナウイルスの流行は我々に命の大切さそして死の恐怖を植え付ける大きな起点になったに違いありません。そこで我々は人が死を意識したときに一体どのような変化が起こるのかに興味を持ち3つの異なる実験用サイトにランダムジャンプする URL リンクを配布しました。我々は3つのテーマを並べて実験を設計しました。まずは死を想起することによって金遣いが荒くなるのかそれとも貯金するようになるのかという死とお金、次に死を想起することによってリスク挑戦的になるのかそれともリスクを取らなくなるのかという死とリスク、心理学でよく使われるあなたは自分の能力に自信がありますかという質問に5段階で答えてもらい1または2と答えた被験者を自尊心が低いグループ4または5と答えた被験者を自尊心が高いグループとし死の早期が及ぼした影響を見ていきました。やっと終わったかやっと解放されるかという結構重たいテーマだったのでやはり実験やっていく中でやっぱり自分たちの気持ちの中でもいろいろな変化があったんでやっぱり実験やっていく中でそういう成長と言えるのかどうか分かんないんですけどいろんな変化があったら良かったなと思います。おーですね。やっぱりあの意識することによってあのまあそれが効果があったのかどうか分かんないですけどあの夢とかがすごく悪い夢を見るようになってもしかしたら潜在的にそういう意識が芽生えてきているのかなっていうのは感じたことは多々ありましたね。はい、やっぱりこういう実験をやっていく中でやっぱりこのチームのテーマとして楽しくやっていこうっていうこともあってやっぱり花もないしテーマも暗いけどただできることは楽しくやることだけだから頑張ろうっていう気持ちで一丸となって頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございました。後半の司会を担当いたします清水と申します。よろしくお願いいたします。4チーム目の発表は
米川ゼミ ANN です。今回私たちが提案させていただくのは e スポーツ解説サイト e ルーキーです。まずはじめに皆さんは e スポーツをご存知でしょうか。あるリサーチメディアのアンケートでは e スポーツのことを知っていると回答した人は4割未満であり、約6割以上もの人が e スポーツがどのようなものかわからないと回答しました。それでは本題に入ります。現在コロナ禍の影響によりゲーム市場が拡大しています。2019年度と2020年度の上半期のゲーム市場を比較すると約 1.2 倍に成長しました。また芸能人でも3代目 JSOULBROTHERS のエリーさんを中心に多くの方々が e スポーツを楽しんでいます。実際に株式会社 NTT データ経営研究所様が発表した資料によりますと、友人や知人など周囲の人に影響をされて e スポーツを始めたという人が多く見られました。 e ルーキーを広めるためには初心者の目にも留まりやすいようにこのサイトの知名度を上げなければなりません。そこで私たちは誰の目にも留まりやすい Twitter を利用した宣伝方法を考えました。なんか中谷さんは e スポーツされてるんですか？はい、はい、私は e スポーツという単語を知る前から格闘ゲームがすごく大好きで、中学生の頃からもうずっとやってるタイトルもあります。なるほど。なんかね、話してる時の目がね、全部顔は見えないんだけどすごく楽しそうに目が生き生きしてたんで好きなんだろうなって思ってこっちも楽しくなりました。もう本当に人生で初めて緊張で胃が痛いっていうのも今味わってます。めちゃくちゃ緊張しました。そうですね、一人目 の、 審査員の方に楽しんでいるようでしたと言われたのとか、ちょっと緊張が解けたかなとありがたかったですね。あまり勝ち上がることについてではなく、どれだけパワーポイント見やすいとかその話を理解してもらえるとかについて重きを置いて作成はしてました。たまたまチーム自体はそのゼミの中で分けられたんですけれども、3人ともゲームが好きだったということでee スポーツについて取り上げようって話になりました。e スポーツの魅力を知ってもらえたので嬉しかったです。こうちっちゃい子とか若い層にはやっぱり刺さるんですけれども、上の年代が高くなったり高齢者が多い日本ではなかなか普及してないみたいなので、できれば上の層の人にも見ていただきたいんですけれども、それを広めるためにはまだ何か策を練らんのなと思っているところです。2チーム目の発表は藤原ゼミフューチャーキャッツです。皆さんはバーコード決済を使っていますか？まだ現金決済ですか？現在世界中でコロナウイルスが流行しています。コロナウイルスは生命力が強く地平上で約28日間も生き延びるとされています。その時バーコード決済を使ったことがない A 君から、バーコード決済のことを詳しく知らんから使ってねんねんなと意見をいただき、これが本当かどうかを確かめるためにアンケートを実施しました。現金決済は会計時の動作が多く支払いの抵抗感が大きいと書かれています。これはどういうことかと言いますと、現金決済は支払い完了までに4つのステップがあり動作が多く購買意欲が下がってしまいます。コップを現金決済、タブレットをバーコード決済で購入するグループの2つにランダムに振り分け、それぞれ1人当たりの平均金額で比較しました。こちらが実際にアンケートで使った文章です。以上で私たちの研究は終わりです。最後にまとめを言います。バーコード決済は日本を変える鍵になるかもしれません。本当に今年はコロナで全然対面での練習もできなくて、本当に1週間で仕上げて今日までやってこれたんで、まずはこの、なんていうんですかね、対面で発表できるのを用意していただいた方々に感謝という気持ちとすごく楽しかったですね。緊張が楽しかったです。はい、もうその2点でいっぱいです。
そうですね、実行委員もすごく大変だったんですけど、やはり、まあ、僕リーダーやらせてもらってるんですけど、リーダーとして引っ張っていくこととか、まあ、そういう面で今年もすごくまた去年とは違った楽しさというか、まあ、どっちも楽しいんですけど、楽しさとかやりがいとか、そして今すごくやりがいを本当に感じれてるので、まあ、とりあえずゼミワングランプリが最高ですね。ありがとうございます。6チーム目の発表は藤原ゼミアドフォースです。近年新型コロナウイルスの影響で仕事での会議や学校での授業、就職面接、プライベートでは飲み会といったさまざまなことがオンラインで行われるようになりました。実験概要はこちらです。動画の内容は質問者が名前、出身地、アルバイト、趣味の4項目について回答者に質問するというもので、動画を視聴してもらった被験者に回答者についての印象を10段階で評価してもらいました。第一実験では大学というカジュアルな背景に同級生というカジュアルなシチュエーションでした。しかし第二実験では白の背景というフォーマルな背景に同級生というカジュアルなシチュエーションで、話の内容が重視されるため背景を白にすることでより話の内容を聞いてもらえるでしょう。皆さんも自分自身をより表現するためにシチュエーションに応じて背景を変えてみてはいかがでしょうか。参考文献はこちらです。ご清聴ありがとうございました。もうとりあえず最初はとりあえずなんとか終わったってことでまずホッとしたんですけど、まあ、失業等の対応が想像とちょっとちゃうかったのも多くて、それに対応してくれたつもりさんがとても素晴らしいと僕はちょっと思いました。私のチームその前そんなに結構ギリギリでいつもギリギリだったんですけど、今日は多分一番いい発表ができたと思うので、もう心の底から良かったなっていう思ってます。ありがとうございました。かぶるとかあるんですけど、もうほんまに通ると思ってなくてますで通ってどうしようっていうところだったんですけども、まあなんとか無事に終えてよかったと思います。ありがとうございます。今年のそのゼミワンがいつもと違って、その話し合いの段階からもズームとかでやる状態が続いていたので、割とやりづらい研究ではあったんですけども、ここまで来れたのが良かったなと思います。ありがとうございました。皆様お待たせいたしました。第11回ゼミワングランプリ本選の結果発表並びに表彰式を行います。司会の進行はゼミワングランプリ実行委員の山口が務めます。どうぞよろしくお願いします。それでは本選の結果発表です。結果発表はゼミワングランプリ実行委員の村上が務めます。本日は皆様発表お疲れ様でした。今年のゼミワングランプリは予選と本選の2段階に分けられていたり、また予選では審査員がプレゼンテーションの動画をオンラインで視聴し審査するなどといった例年とは違う形式にはなりましたが、皆様のご協力のもと無事開催することができました。本当にありがとうございました。それでは早速ですが結果発表の方へ移っていきたいと思います。第3位宮川ゼミチームラモア。表彰状第3位チームラモア殿。金チームは第11回ゼミワングランプリにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。よってここにその功績を称え表彰いたします。令和2年10月31日大阪経済大学学長山本慎一郎。第2位服部ゼミビギン。
表彰状第2位ビギン殿以下と。それでは最後にグランプリの発表です。第11回ゼミ1グランプリ第1位に輝いたのは藤原ゼミアドフォースです。表彰を行いますのでアドフォースの皆様は前までお越しください。表彰状第1位アドフォース殿、金チームは第11回ゼミ1グランプリにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。よってここにその功績を称え表彰いたします。令和2年10月31日大阪経済大学学長山本俊一郎。率直にめっちゃ嬉しいですね。本当去年の先輩が2位だって、2位でほんで、まあ、先輩方にもリベンジで1位取ってくれと言われてたんで、取れた分には本当に、まあ、先輩に助けてもらってた部分もいっぱいあるんで本当に感謝と、まあ、先生にもありがとうございましたとゼミにもみんな言いたいですね。ありがとうございます。最後まで諦めなくて、はい、本当に良かったです。僕たちは本当に直前にならないやらへんチームだ。もう予選の時も提出が8時までだったんですけど、俺のもう実際出したのは7時57分で、あ本当だったらもう1個出したい動画があった時にもう間に合わなくて出せなくて、もうその時点で僕たちはちょっと終わったかなと思っていたんですけど、まあ、そこからなんとか予選上がれて本戦行って先生や先輩方助けていただいて1位になれたんで本当に感謝しかないですね。その組み立ても動画の時は全然ちゃんとできてなくて、本当に先生とか先輩とかが一生懸命組み立ててくれて、もうできたの正直2日前なんですこれ。だからもうこの本戦行かせていただいたことさえ奇跡なんで、ほんまにこういう機会与えてくださってありがとうございますという時間の制限というか、家から学校に行く手間の分も先生や、グループのチームの子たちともやり取りができるという点では、まあ、メリットかなとは思いました。そうですね、今まで対面でやってたのが全部、まあ、オンラインで進めていくっていう中で、まあ、なかなかこう密にはできないけれども、まあ、逆にこう時間が取れるところがあって、でそれをこううまくこう自分たちの空いてる時間を、まあ、うまく使って、まあ、結構夜やってたみたいなんですけれども、まあ、それはすごく4人が頑張った結果かなと思うんですけれども、まあ、本当にこうコロナの中で、まあ、こう研究進めていくっていう結構限界も僕ら感じてたんで、はい、大変だったと思うんですけども、まあ、なんとか4人の力で、うん、最後に、まあ、優勝っていうのも本当に嬉しいことなんですけども、まあ、ちゃんとこう本戦でプレゼンできたってことが素晴らしいことだと思います。このグループは半数以上が楽観的な子が多いんで、なんとかなる精神で本当に逆に一人めっちゃ心配性の子が追ってくれたおかげでみんなが動くっていうことがあったので、まあバランス的にも、チームバランス的にもとても良かったんかなと思いました。まあ、基本的には、まあ、自分たちのやってることとか研究を分かりやすく、聞いていただいた人にもうちゃんと100人聞いてもらったら100人にちゃんと分かるように、まあ、説明する、まあ、工夫をするということでは、まあ、しっかりやってくれたんかなと、まあ、今日もう一つ のグループもそうですけれども、まあ、そこは2つともよく頑張ってくれたかなと思います。ありがとうございます。意外とですね、全然例えばですけどできてないのかなというイメージ、最初のイメージであったんですけども、もう全然今まで通りと変わらずしっかりと提案してくれたなと。で毎年毎年思うんですけれども、本当に飽きない回だなということで、もう時間経つのが本当に早かったなというのが思っております。
やはりですね、やっぱり学生さんの視点、当たり前ですが学生さんなので、学生の視点が多いんですけれども、やはり企業側としてはですね、もっともっとこういうふうにしたら、役に立ちますよとかですね、こういうことがもっともっと社会で役に立つんですよっていう一歩踏み込んだ提案っていうのが毎年毎年ちょっと思うところなんですけれども、そこはちょっと足らないかなと思っている部分はあります。毎年参加させていただいてて、で時々のそのブームであるとか関心事が必ずこうテーマになるんですね。で今年はこういう状況下でしたから、コロナの中で真剣にみんな学生さん考えたんだと思うんですね。で特にその、ウェブの環境であるとか、それから自分が生きてきた意味とか死とかね、それから恋愛とかですね、すごくその若者らしいテーマが出たと思います。ですからこういったことも前向きに捉えて、一つの自分のその生きてる証っていうのをね、このゼミワンでされたのがすごく良かったかなと思います。で加えて言うと、やはりそれを少しでもその学術的なアプローチでされたっていうのが一番これからの糧になるかなというふうに思います。良かったと思います。本当にこんな大変な中でですね、皆さんしっかりと準備されて、私ももう 5,6 年連続で審査員させていただいているんですけど、いつもと変わらないぐらい、もっとそれ以上にいい今日プレゼンテーションだったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まだまだね、今後どういうふうになっていくか分かりませんけど、私はやっぱりオンライン、オフライン、やっぱハイブリッド型で一長一短、いいとこ悪いとこあると思いますので、世の中の流れとか状況を見ながら、こういうふうにオンラインであったりオフラインを駆使しながら、こういう日を消さないように継続してやっていただきたいなというふうに思ってます。はい、いやもう本当にこういうコロナ禍でどうなるかっていうふうにすごい不安でしたけども、もう発表を聞いてその不安も吹き飛んで、昨年のと本当に遜色ない発表内容だったので、学生たちに本当に感謝しています。まずはやっぱりそもそも対面といいますか、大学に春学期来ることすらできなくて、入校もできなかったので、やっぱり会って相談して話し合うということができなかった中で、多分メールで連絡が取ったりとか、そういうオンラインでの、やり取りだったと思うんですけど、それをやっぱりこうそこでつながるものもあるんですけど、やはりこう対面で相談しながら作り上げていく、良さっていうこともあるので、それをぜひ学生たちには提供してあげたかったなというふうに思います。ただそれも機運に終わってですね、今日の発表を聞くと皆さん努力してその辺カバーしてたんじゃないかなと思います。こういう対面の行事とか行っていくと、本質はやっぱり変わらないところもあって、ツールだけではないんですけど、でもオンラインだから、っていうのがその対面の代替で、オンラインをやってるっていうわけではなくて、オンラインはオンラインの良さもありますし、そういうもう分けて考えていくっていうか、対面かオンラインかではなく、これからは両方とも生かしていけるような仕組み作りっていうのを考えていくっていうことが大事かなと思います。もう取り組む気持ちもそうですね、いかに、このツールだったらどうすれば最大限のパフォーマンスを発揮できるかっていうところを考えながら、仕方ないよねっていうことではなくて、前向きにポジティブに考えていく思考ってすごい大事になってくるんじゃないかなと思います。ホッとしてます今いつも万全でこう準備してやるんですけど、やっぱり昨日あって昨日詰め込んで今日やるって感じだったんで、経験者は多かったんですけど、やっぱりちょっとすぐ先が見えない不安っていうのはすごいありました。ないんちゃうこのままみたいな、逆に会ってくれたのがあるんだっていう嬉しさはすごいありました。去年と一緒でメンバーがあんまり変わらないので、そういう関係とかは結構安心してできました。僕以外みんな去年やってた方なんで、ちょっと馴染めるか不安だったんですけど、結構皆さん話しかけてくださって、結構緊張もせずに仕事できたんで、すごい嬉しかったです。僕就職活動とかで話せるようなことがちょっとないなと思って、ぜひこの大学行事でちょっと何か成長したいなっていう思いがあって応募しました。
そうですね、何か一つやっぱり自信を持ってですね、あの大学時代にこういうことを取り組んだ、でゼミ1に出た学生だけじゃなくて、あの裏方のスタッフの方々も、ゼミ1のスタッフを通じて、こんなこと一生懸命取り組んだんですっていう、そのなんか一生懸命やったっていうことと、その中で、まあ、成功したり失敗したり、そしてまあみんなであの喧嘩したり、あの協力したり、そういう経験ってすごく貴重だと思いますので、あの大阪経済大学さんのゼミ1っていうのは本当に学校を挙げて、そして先生も、生徒さんも皆さんこれにかけて一生懸命勉強されてるんで、面接なんかもよくさせていただくんですけども、あのゼミ1頑張って自信がついたっていう学生さんたくさんいらっしゃるんで、本当にこの取り組みはあのとてもいいと私は思ってます。この会をですね、もっともっと それこそ、大学受験をされる人たちにですね、先輩たちはこういうことをやってるんだっていうことをもっとこんないいことを知らせてほしいなと思うぐらい、あのそれこそ、大学キャンパス の見学会とかありますよね、オープンキャンパスですね、そういうところであの当てて一緒に見てもらうっていうのも手なのかなっていうことをいつも言ってるんですけれども、竹電は大経大の卒業生の方が50数名以上来られてまして、このゼミ1で優勝したチームの人とか、そういったこと人も入ってきてて活躍されてます。まあ、実際にその即戦力になっていく一つ のスキルが身につくいい取り組みだというふうに思います。まあ、こういうコロナ禍の時期ですけれども、今日のような学生の発表を見ますと、まだまだ、こういう中でもできることはあるんじゃないかと思います。皆さんもそういうできることを見つけて、これから、大学生活を送っていただければありがたいなと思います。皆さん頑張っていきましょう。